しの時間がやってきました。なんかもう内臓とかさ、全身をつって痙攣したんじゃない？きつい。到着しました。明日計量でこれから撮影ですね。そうだね。荷物着てないね。体重測りたいな。夜までにいろいろ消化したりとかして 4.5 ぐらいになったら、 4.5 水抜きだったら結構楽なんで。今日1日ですね。あ、2日間今日夜ちょっと、まあ2キロちょっとぐらいやって、あとはラスト明日、うん、ここからしんどいところだね。いや本当だね。今は結構だるいけど、元気が一番地獄だもんね。いや本当だよね。減量ってなんでこんな地獄なんだ。体には悪いよね。いや長生きってできないよ、うん、長生きしたいけど、ジュニアが生まれて長生きしたいの。じゃあやっていきますか。はい、レッツゴー。はい、じゃあカメラに向かって今度はパンチを出していただきます。そうです、いいですよ。70.5、 あと4キロちょっと。今起きて3時ですね。朝もうちょい寝て70切ってって感じですね。自分の体はねこんな感じで結構絞れてますね。こっからと水を抜いていくと、そんな感じです。おはようございます。水抜きの時間がやってきました。地獄の時間ですね。いいですね。さっきやっぱり寝れなくて落ちちゃって、いっぱい測ったんですよ。 iPhone 持って 70.2? なんちゃら iPhone なかったら 69.8 だろうし、今寝たからどれぐらいちょっと困ってるかな。まあ約4キロ水抜きするわけですね。そうですね。ちょっとアミノ酸補給して頑張っていきましょう。行きましょう。お願いします。69.65 す。だからあと 3.6 3.65 3.65。 はい、結構絞れた。ここからあと 3.6 3.65。 まだ水抜いてない状態なんで、今までやっていきます。頑張っていきましょう。レッツゴー。水抜きスタートです。ランニングで、まあ、1.3 とか落として、あとは半身浴でやってますか。ちょっと対人でも動くね。あ、そうだね。そう、ミット軽くやったな。だから 1.3 ランニングで落として、ミットで500いって、するともう楽だ。半身浴1回で落としたの。じゃあ、ちょっといきますか。水抜き中とかは釣りやすいから、釣らないようにしっかりとストレッチ、ウォーキングから塩分も抜いてますもんね。そう。今のすごくない？これ見て、アプリで見て、ほら、本当だ。 YouTube とか Netflix が見れるの。テレビは見たことあったけどね。しかもなんか液晶でかくね。ほら、 Netflix、 YouTube とか、これ買おうかな。すごいね。さらちゃん誕生日プレゼント、おねだりしてますか。これやってっつって。使わなそう。確かに家3階にジムがさあるから、でもそのランニングマシンは普通のさ、これあれだからないから、ただの走るモードだから、うん、自分の iPhone で Netflix にしてる。これすごくない？アウトドアって書いてるから、もしかして、あ、これ景色？景色じゃないの？例えば海岸を走ったら、うわ、あ、すごいよこれ。これはすげえ。これやばいね。海岸、これめっちゃモチベ上がるね。俺モチベ上がるよね。このマシンってやっぱ景色変わんないからつまんないけど。確かに。これだったらもう。これすごいね。じゃあローマ行ったことないから、ローマ行ってみますか。初ローマ。初ローマ。
さなちゃんに後でさ、ローは行ってきたんですこの線あーすごいな、マジで綺麗だな、すごいね、へえ。お、結構ポカポカしてきたわ、いい感じかも。これで1キロぐらい、 1.2 行きたい、 1.2 30分か40分ぐらいして、きついね、あとちょっとだ。きつい。平和の時 67.5 だったからね。確かに 1.5。 ああきついね。今回66だね。でもあとちょっとだね。あと何時間ぐらい？ 3 時間ぐらい？ 4 時間近くかな。2時間ないか。今だいぶ走ったからあと半身浴だね。うん。あとちょっとだ。よし、頑張れ。グラム。もうちょっと。これで累計で当然400ぐらい、今心拍数123とかなんで、あと15分で430ぐらいいくと思うんで、もう1セット半身浴いくか、あとツバでいくか、ガムでツバで体重は大丈夫なんで、約束事っていうかさ、契約じゃん、うん、自分が売りかけとかさ、だてねえ、1ヶ月後入ってこないとやっぱ困るじゃないですか。それとしてね、約束したのはちゃんとやらないと死んでも落とす。今回はいつもより 1.5 キロきつい66キロ契約ですね、うん、なんかもう内臓とかさ、全身もつって痙攣してんだよね。でも入るってやらなきゃ、我慢する、耐えます。ちょっと頑張りましょう。よし、よし、あと350。見えたね。見えたね。あと1時間切るまで。あと1時間。そしたら150ちょっと軽く安心浴して、うん、それで行こうと。未知の66キロ。いや、去年の9月私。あ、そっか。うん。9月行ってるか。その時より。きつい。計量お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事にクリアしましたね。きつかったね。結構きつかったですね。最後は粒でいきました。66キロぴったり。最悪パンツを脱ごうかなと思ったけど、パンツ入れて66キロぴったりだったんで、よかったです。今もう OS1、1時間ぐらいで 4.5 本飲んだんで、もう今2キロ以上はリカバリーしてますね。だいぶ顔戻ったんじゃないですか。だいぶね、うん、すごいこけてたけど。うどんとかちょっと消化にいいものを食べて明日に備えたいと思います。明日は宮田代表と、まあ、実験さんとあとスペシャルセコンドでなんと梅野健二選手がついてくるんですよ。明日サポートよろしくお願いします。もちろんです。本当に計量前は結構やばい感じの顔になってましたけど、やばいのね、結構やばい感じになってましたけど、ここから、はい、明日に向けて徐々に回復させてできる限りのサポートはするので一緒に勝てればなって思います。ありがとうございます。いやー、梅野さんはもう先日のもう先日の KO 劇でしたから、いい流れをいただいて僕も明日先日の KO を見せたいと思います。梅田君、明日これでちょっとしっかりと教えてもらったんでね、本当に KO できるように、はい、楽しみにしてます。梅野さん、あと9分です。あと9分。ちょっとそれは長いから無理かな。ゆうたくんの試合後、勝って2人で勝利者インタビューしましょう。23分11秒の衝撃ですね。ということで、僕の減量の密着の動画でした。いいねとチャンネル登録をお願いします。では。